私はエンラのクリエイティブディレクターの、信行花房です。エンラの、ディレクションと、あとはモーショングラフィックスの制作、あと、何曲か、サウンドも作っています。エンラとはどのようなグループですか？いろんなジャンルの、パフォーマーと、あとは、僕が作る、モーショングラフィックスを、融合した、映像を使った、パフォーミングアーツをやっています。どのように作品を作っていますか？一番最初に、パフォーマーと僕とで、どういう作品を作るかっていうのをまず、相談して決めて、作品のコンセプトで、まずそれを決めた後でまず、音楽から作り始めます。で、音楽が出来上がってそこから、振り付けをパフォーマーが考えて、でその、作った振り付けからインスパイアされた映像を僕が作って、最後にそれを、合わせて、作品を作っていきます。どんなメンバーがいるんですか？全員、バラバラのジャンルで構成されてるんですけれども、中国武術、新体操、バレエ、アニメーションダンス、あとハウスダンスといったストリートダンス、それに、普通だったらそこに加わってないような、ジャグラーですね、ジャグリングをしているメンバーで、構成されています。今回の公演プロキシマのチャレンジを教えてください。私たちの作品は一つの作品を作り上げるのに大体、2ヶ月から半年ぐらいかけて作品を作るんですね。で、このプロキシマ公演は全体で90分、1時間半の公演になるんですけれども、やっぱりそれだけのこう時間の、公演を作り上げるっていうことがまずは一番難しいチャレンジでした。その1時間半っていうのを、4年半かけて、作り上げてきたっていうことが最大のチャレンジです。